水川あさみは日本の女優、大阪冬茨城市出身、宿礼所属、夫は俳優の久保田正隆。小学校5年生の時、家なき子の足立由美を見て自分もこういうことがしたいと思い、13歳の時に母親の知人の紹介で芸能事務所に入る。1996年、旭化成ヘーベルハウスの CM でデビュー。その後は、 大阪から通いながら、数々のオーディションを受けるが失敗が続く。しかし15歳の時、映画、劇場版、近代地少年の事件簿上海魚人伝説のオーディションに合格し、女優デビューを果たす。高校入学と同時に上京。2001年には、第3回ミス、東京ウォーカーに選ばれ、翌2002年、映画、このぐらい水の底から、の出演が決定した。 2003年、渋谷階段で映画初主演。2008年、夢を叶える像で連続ドラマ初主演。2011年、大河ドラマ、こう姫たちの戦国では、主人公の自死、初役を演じた。2013年、シェアハウスの恋人で、ゴールデンタイムの連続ドラマに初主演したほか、舞台、激動、激怒マイナスで30代に入ってからの初仕事、 10年ぶり2度目の舞台出演にして舞台初主演を果たした。2016年にはこれまで所属した ALC アトランティスから独立し、個人事務所宿礼を設立新籍した。2020年に主演を務めた滑走路や喜劇愛祭物語で第94回キネマ巡邦ベスト10主演女優賞、第12回玉映画賞最優秀女優賞、 第42回横浜映画祭主演女優賞などの映画賞を数々受賞した。2017年7月期放送の僕たちがやりましたでの共演を機に交際していた俳優の久保田正隆と約2年の交際期間を経て2019年9月21日に東京都内の区役所に婚姻届を提出し結婚した。報道各社へのファックスを通じて同日明らかにした。 挙式、披露宴は未定。ありがとうございます。